ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。昨日は夜中嵐だったみたいですけど、なんか台風みたいなやつがね、すぐそばを通ったんだって。でももう北に抜けたそうですよ。ジャン君は朝から布団の中に入ってきたね。ポンちゃんはずっとママの上に乗って寝てたね。そうだね。いいな。足がしびれそうでいいな。足しびれるのはないんだけど、朝起きた時にお尻とか足とか痛いんです。うん、痛いんですよ、ポンちゃん。昨日最後のものは、いつものモーグラフさんの、この女性的なちょっとねおしゃれな感じの背景、これを、一つ素材として僕も作ってみようかなと思います。タイトルの前に出すからね。はい、こんな感じのものも出来上がりました。見えないね、こういうやつですよ。うにゃうにゃうにゃってするやつね。さあ何に使うかっていうと、まあちょっとしたことにしか使えないと思うんですが、まずはとっかかり、これでいきます。はい、ジャン君、ジャン君、歯ブラシ代わりの。今手持ちのカメラの方でジャン君のハロウィン仕様の、これは魔女の帽子、うん、かぶってるとこ撮ってたのに、ジャン君、2、3秒、5秒ぐらいしか撮れなかったよ。紐がついてて本当は顎につけられる、うん、それは無理だね。はい、ジャン君、ポンちゃん、やっぱ涼しいと、というか寒かった。暖房入れる？こういうとこに乗っかっちゃって。まだもうちょっと経ってからでしょうかね。